ケネス・スミスは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク市出身の元バスケットボール選手、NBA のヒューストンロケッツなどで活躍した。現在は TNT の解説者を務めている。ニューヨーク市クイーンズ区の地元の高校から、ノースカロライナ大学に進学し、4年間活躍した後に1987年の NBA ドラフトで、サクラメント・キングスから6位で指名され、 NBA 入り。1 9九十年にヒューストンロケッツに移籍。1九十四年、1九十五年とロケッツの NBA に連覇を経験。九十三から九十四シーズンの十一月に負傷した。彼はその年の新人サムキャセエルに徐々に出番を奪われていった。彼は先発ポイントガードとして起用され続けたが、ニューヨークニックスとの NBA ファイナルでは、 第四球には勝負強いキャセルが多く起用された。オーランドマジックとの対決となった1995年のファイナル第一戦では7本の3ポイントシュートに加え、ホースクォーター終了間際に同点シュートを決めるなど勝負強さを見せた。1996年でロケッツを離れ、1996から97シーズンはデトロイトピストンズ、オーランドマジック、 デンバーナゲッツと3チームでプレーするなど制裁を欠き、同シーズン限りで引退した。引退後は、TNT の NBA 中継の解説者として活躍。ハーフタイム企画のシャキー・ル・オ・ニール、チャールズ・バークレイ、クリス・ウェバーらとの掛け合いは、当番組の名物となっている。また、NCWA バスケットボール中継の解説者も、務めており、2005年から2008年にかけては、 ニューヨークニックスの解説者も務めた。ありがとうございます。